サランサル会の三国テーマ動画でございます。いつもご視聴ありがとうございます。今回は軍団戦ダイアリーなんですけども、対戦軍団さんがですね、海賊ロワイヤルさんということになっております。名前を動画で出してもいいというふうにおっしゃっていただけたんでですね、今回名前を出してお届けさせていただこうかなと思っております。ご協力ありがとうございます。で、人数がですね、35人しかいらっしゃらないんですよね。うちの軍団も今41人しかいないんですけども、さらに6人少ない状態ということなんですけども、前回の国戦のですねマッチング発表という動画見てくださった方やったら分かってるかもしれないんですけども、この海賊ロワイヤルさんなんと4組に入ってたんですよね。35人しかいないにもかかわらず4組に入ってるということで、かなりスペックの高い方が揃っている軍団なんじゃないかというのがですね、ここだけ見てもわかりますよね。人数では6人分うちの方がアドバンテージはあるんですけども、かなり厳しい戦いになるだろうなと思いながら臨ましていただきました。そしたらリプの方を見ていきたいと思います。はい、第一出世はレブロンさんに攻めさせていただきました。陣形としては割と見る陣形ですよね。で、入ってる援軍が東巡兵と勇士ということになってますね。僕は結構この援軍パターンは好きではあるんですけどね。で、左に寄せて月へでというところなんですけど、ちょっとこれね、僕下と迷ったんですよね。下から出せば結構その、仕事するんじゃないかなと。で、左上右上と画量諸葛周囲を出せば感じに流れていってくれるんじゃないかなとも思ったんですけどね、ちょっと迷った挙句テンプレに任せてしまいましたね。やっぱり攻められてる方がいいかなっていう判断ですね。で、このやり方だとですね、その結構月影で城の能卓を発動させるパターンが多いような印象なんですけど、その残った防衛施設の方向によったらですね、城に全然ダメージが入らないみたいなねことになりかねないのが、この左右から月影を出す時のデメリットかなというふうに最近は感じてるんですけど、今回はどう出るでしょうね。で、ガルーショカツが死んでしまいましたね。で、復活タイミングで一応転移を突っ込まして、スキルがね、ただ転移に飛ばずにガルーショカツに飛んだせいでスキルもう一回打てなかったんですよね。これで、ああ、大丈夫かよとなったんですけども、はい、周囲がスキルを叩き込んで、城にわずかですがダメージは入っていってます。で、ここで先ほど言ってた懸念ですね、が生まれております。この城の周りに防衛施設がないと、この5雷ぐらいですかね、この回復放出の左上の5雷ぐらいなんで、こうなったらですね、月影で城にダメージを入れれないということになったらですね、もうこれ、旅網で農卓を発動した後は兵で、その言ったら、城を落とすしかないというパターンになるんですね。そうなるとですね、時間が非常に必要になってくるので、こんな感じでですね、月影がまだ生きててどうなるかわからないんですけども、苦肉の策で旅網を早めに出しているということなんですね。これで、奉仕塔とかを壊して、はい、ここまでは行きました。で、画量諸葛を殺して、で、ここで、シンクン・リクソンのターゲットが外れたので、農卓は発動できたということですね。ここまでは一応は、その、月影がうまいこといかなかった時の、まあ、対処法って言ったらいいですかね。としては、うまいこと言ってる方だなとは思うんですけども、あとは時間が足りるかどうかというところですよね。一応、城にはこれ、狼取り付いてるので、時間があれば壊れるんじゃないかなと思うんですけども、壊しきれるかどうかって言われたらね、もう再生終了まであと10秒ということなんで、無理なんですよね。ということで、時間が足りなかったという形になってるんですね。いやー、これは下から攻めてみたらどうなってたのかっていうのが気になるんですけども、リカバリーをする方法としては間違ってはなかったんじゃないかなと思うんですけどもね、ちょっと判断遅かったりだとか、まあ、全体的にもう少し早めに兵を出していればみたいなところもあったんでね、やっぱりちょっと月で見ちゃったところがあるんでね、こういった結果になっております。やっぱ硬かったですね。そしたら次のリプ見ていきましょう。はい、次の方は、これはレンダさんってお読みするんですかね、レンジャさんってお読みするんですかね、一銭さんにいらっしゃる方なんかな、で遊びに来てるという感じなんでしょうか、どうなんでしょうかというところですね。で、一応これ左からまた行こうという感じですね。これ援軍はこれ入ってなかったんかな、なんで壊せるだけ壊したっていう感じですね。
あ、入ってるのか。背の字ですね。やっぱ入ってなかったですね。今回の軍団戦はですね、本当にやりにくい陣形のオンパレードだったんですよね。で、ここで今回天を左から出して煉獄から月夜を守ってるっていう感じですね。こうしないと、その言うたらうんちゃん乗りの月夜は死んでしまうんですよね。何番つけてもいいかもしれないんですけども、で、こんな感じで突っ込まして、え、煉獄は壊せたと。かなりテクニカルな攻めができてるんじゃないかなと思いますけどね。こうやって見てる分には自分的には気持ちいい攻めと。で、ノータカも、失礼、ガリオ諸葛復活スキルも打ててますね。で、城にもわずかながらダメージは入ってるんですけども、全体的に壊れてなさすぎますよね。これもまた下から月影パターンだったかなっていう感じですよね。ちょっとまずそこから考える癖っていうのをつけた方がいいのかもしれないなと思い始めましたね。で、上から龍も行ってて、これまあ城に取り付いたらええかなということで、まあ取り付いてすぐ、城は能とか発動させれたという感じなんですけどね。で、これ紫龍もなんか倒せそうですね。はい、倒せて、で、そのまま城が落ちたということですね。なんでなんかごっつさん的な感じで2枚は確保できたということですね。ただこの射撃筒2つはさすがにこの手持ちの兵では壊せないかなという感じですね。一応トラ先行の攻め方を踏襲しているので、こうなった時っていうのは弱いんですよね。太平屯行山盛りということだったら2つぐらいなんとかなった可能性もなきにしもあらずなんですけども、まあ今回はまあ2枚で良かったんじゃないかなというところですね。聖の氏の援軍っていうこともありましたし、またですね、その非常にね、こう外武将なんかもね、たくさんいて、で、こう攻める相手が限定されてるような中での出世ということになってるんでね、うちの軍団の人もみんな苦戦してたという感じですけどね。そしたら次のリプ見ていきましょう。はい、第3出世はガッチャンさんですね。大外囲いの陣形かなと思わせといて、これ左上右上は結構その穴開いてるでしょうね。右下も穴開いてそうです。左下は穴開いてないのはもうこのキーとかがないんでわかるんですけども、カモフラージュなんじゃないかなと思うんですけどね。で、援軍はトラが入ってましたね。ということで、まあこの方も月影先行をやる方なのかなという気がしますけどね。で、かなり施設も綺麗に壊せてますね。4つ壊せてるということで、これはもう序盤のうちから月影はこんな感じで中にグイグイ、車を叩き込んでいるということで、これはなんか取れそうだなという雰囲気がね、早いうちから出てるなという感じなんですけど、最終的にどのようになるでしょうか。で、右下からガレオ諸葛ですね。この憑依台周りの射撃等をなんとかしたいというところだったんですけど、やはり、穴開いてましたね。で、天意のターゲットが煉獄と憑依2つから取られてるという感じですね。で、これ天意がさすがに死にそうですね。死にましたが、新たにターゲットを、これね、ガレオ諸葛行くんですね。天意ってね、多分突っ込んでる時ってターゲット取られることは取られるんですけど、他にターゲットの対象があったらですね、おそらくそっちにしかターゲット取らんのじゃないかなと思うんですよね。なんでちょっと失敗はしちゃってるんですけども、案の定月影が相当仕事してすでに能高が発動してるという状況ですね。ただ、ガレオ諸葛の復活スキルは打ってなかったと。さあ、こっからどうするというところですね。これ月影が相当生きると思います。で、旅網を出すのはいいんですけども、白をきっちり落としきらないかんと。ターゲット直取りできる状況で旅網を出さないかんってなった時に、これ時間足りるかなっていうところなんですね。前が開くのか、今右上が開きました。なぜ右上から旅網を出さないというところですよね。能高発動してるのにね。これは完全に、集中がしてないわけじゃないんですけど、見落としですね。右上から行きゃいいのに、なんか左上の施設が気になったんでしょうね。これ壊しとかなみたいな。で、地図持ちの相手とかで、その農場、あれは畑か、畑が壊せないみたいな経験もね、やっぱり邪魔してですね、ちょっと旅網で壊しとった方がいいんじゃないかと思ったんでしょうね。で、これで、城が落ちなかったんですよね。武将ばーっかり切ってね、まあその分武将は残り3人になってるんですけど、城さえ落ちりゃいいのにね。ただこんな感じでターゲットは直取りできたので、なんとか時間があれば取れるんじゃないかというところですね。本当にやれやれなんとかかんとかっていう感じですよね。かなりうまいこと月影は働いてくれたんですけどね。まあなんとか3枚は取れたんですけども、厳しい出世になったという形になってますね。そしたら第4出世見ていきましょう。
はい、ダイアンシュステイです、キークンニさんに対する攻めということになってるんですけど、これはあれなんかな、筋肉を並び替えてるんでしょうかちょっとわかりませんけども、それでね、トラがね、なんかうまいこと僕流星堂を狙おうと思ってるんですけど、タップする場所が悪いんでしょうね。奉仕堂に流れちゃってるんですよね。これで、あら、なんかこれ気持ち悪いぞ、うまいこといかへんぞという気がプンプンとしてまいりました。この流星堂を壊すときにここら辺の施設をがっつり壊しちゃいますからね。これはちょっとね、面白くないですよね。月影が相当中に入ってくるの早くなるんじゃないかなと思いますね。こっちは天正台の方は壊れませんでしたね。ただ何にせよ、なんか上の奉仕塔とかも虎を突き込んだ割には壊れなかったりというところで、あまりうまいこと月影を行かせてないなという感じが序盤ではしております。で、天意で周囲を守るわけでもなく、画寮諸葛を守るわけでもなく、表以外のターゲットを取ってもらうことを優先して出してます。で、このような形になって両サイドを守るという感じですね。これは結構いい感じな天意の出し方なんじゃないかなと思うんですけどね。で、天意突っ込みましたけど、もうちょい粘れましたね。これはちょっと早かったかな、こうタイミングが早すぎた気がするんですけど、これ周囲がえらい早死にましたね。なんでこんな早死んだのかっていうのがよくわからないんですけど、まあおそらく早い段階で初夏震度とかのターゲットを長いこと取られてたんでしょうね。で、その転移で守ってないのでこんな感じですぐ死ぬと。で、ここで出ました、第一出生で説明したあの左右から月影を出した時のそのデメリットの一つとして、これね、月影と施設のこうピーと線引いた間にこの城がなかったらですね、城に一丁もダメージが入らんのですよね。敵を掃討しろ。で、ということでもう今回諦めて龍門を早めに出しました。これ月影死ぬまで待ってたらもう到底言うと時間が足りないと思ったんですけど、この2強のスキルって結構射程あるんですね。ここの龍門が凍らされるとは思いませんでした。なんで車1回発動するの待ってから龍門を出すべきだったかなという気がしてますけどね。はい、ここでようやく中に入ってきてというところなんですけど、はい、ノータカは発動できるんですよね。で、ただ、はい、時間がないのとクルクルが残ってるということで、かなり厳しい展開になってますよね。破壊率は申し分ないです。ただどうしてもやっぱ時間なんですよね。で、やっぱあの2強おるところっていうのはね、僕はもうちょっとあんまり狙いたくないなっていう気はしますね。今回まあちょっと狙ってますけどね。くるくるを絶対 100% 解除する方法っていうのがないんでね。その解除するためにできる行動っていうのはありますし、成功する確率も高いんですけど、絶対じゃないんですよね。という形で、97% で失敗ということで、今回の成績がですね、1-2-3-2ということで、相当強豪と戦った時でもですね、もうちょいマシな成績なんじゃないかなって自分の中では思ってるんですけど、やはりこの海賊ロワイヤルさんですね、硬い方が揃い踏みだなという印象でしたけどね。そしたら奪還の方を見ていきましょう。はい、奪還です。奪還はユージンさんという方に攻めさせていただいてたんですけども、この方もスペック高かったですね。で、見てください、このいやらしい陣形、外武将ですね。しかも完全に外というわけじゃないんですよ、中途半端に外なんですね。これがちょっと一番やりにくいんですけど、で、僕は今一応ですね、この3人でですね、この1人ぐらい武将倒せんかということでね、画寮諸葛もね、雷に切り替えてます。実はこのやり方でですね、その外武将には僕こう対応してたというかね、模擬でね、なんとか2枚は取れるようになってたんですよね。ちょっと3枚って言ったらなかなかきついんですけど、こうやって3人を突っ込ませることによって脳高さえ発動できたら、もうレモーでね、2枚は取れるということですね。で、城に少しダメージが入ってますね。で、月影が頑張ってくれたらというところなんですけどね、車出してますね。これでなんとか脳高発動してくれという感じですね。ただ残念ながらちょっと性能値出すのが遅れて死んじゃいました。で、周囲も死んでしまったということで、脳高発動失敗なんですね。ただこれ結構右半分は削れてるでしょう。なんで、言うたら、リョモで脳高発動させて、どっか違うところ切って、で、帰ってきて城を落とすというパターンがワンチャンあるなということでね、リョモを出してるんですけど、どうなるでしょうね。先陣両方をターゲットに取ってるという感じですけどね。はい。
この間に倒せりゃなんとかというところなんですけど、僕の旅網ではちょっと厳しそうですね、これね。はい、倒せるんは、倒すんは倒したんですけど、で、城にも行ったんですけどね、ノータカも発動した。ただ時間が足りなかったという感じですね。ここでまた同盟軍幕へとかに行って城に戻って2枚っていう道はあったかもしれないんですけど、呂布を倒すのにね、ちょっと手間取りすぎたなという感じですね。で、出してる兵っていうのもですね、一応通常戦闘の時の兵ということになってるんですね。これは結構虎がね、その天意を出した時にいい仕事をするので、その太平で一気に今までみたいに2枚取るという編成に変えてなかったんですよね。こういった中間武将のタイプだったので、これ城を兵でねターゲット取るも厳しいかなと思って、まあいつも通りと言いますか、外武将にはこういう攻め方っていう攻め方をまあある程度確立させたところはあるので、それで攻めてみたんですけど、やっぱちょっとあまり外に出てなかったと、中途半端な位置っていうのがですね、厳しかったかなという感じですね。ということで失敗という感じです。で、ベスト奪還なんですけど、ベスト奪還も今回はありません。こういった陣形を、まあ、言うたら攻める場合っていうのはですね、きついんですね。やっぱ先行ではね、3枚取るっていうのがね、何されたら一番嫌かって言ったら、やっぱりこういう陣形をされるのが一番困るという感じなんですね。で、うち今、先行使いの割合っていうのが、過去に比べてかなり高くなってるんですよね。まあそれはちょっと地上戦とかの方が旅立ってしまってるっていうのがあるんですけども、それでまあこういった陣形皆さんにされたらちょっとなかなか3枚取るのは厳しいということでですね、今回はベスト奪還はなしということで、ご容赦いただけたらなと思います。そしたら次なんですけども、技あり2枚の方を見ていきたいと思います。はい、技あり2枚はジャワさんですね。で、ご覧の通りこういった陣形なんですよね。武将が中途半端な位置にいますよね。これが結構しんどいんですよね。で、左側からこう虎を出して施設を、そうですね、3つ壊したかなというところですね。で、こっからどうするんでしょう。月影を出しましたね。で、上から、ガレオ諸葛ですね。なんで左上から両方突っ込ませようということですね。で、転移でターゲットを取らして、リクソンから攻撃を受けてましたけども、ちょっと距離が離れたので、まあこんな感じで、まだけどしっかりと天衛がターゲット取ってますね。その隙に月影が下下を壊してると。で、相手ガリオ諸葛も1回殺したところで天衛を突っ込ましてリクソンを止めてますね。で、このリクソンを倒せるかというところなんですけど、1回ね、その言うたら消えてるんで、ノータカみたいな感じでね、ちょっと倒しきれなかったですよね。ただその分こう城の脳高っていうのは発動したという感じになってますね。リクソンのやっぱりこの1回消えるも厄介ですよね。体力が何パーかまで減った時に、まあ1回こうターゲットを外すというあの仕様ですね。で、ガレオ諸葛をターゲットに取って、はい、倒して、城に直行という感じですね。やはりうまいですよね。で、おそらくなんですけど、このガレオ諸葛を倒した後にリクソンに行ったとしても、リクソンは倒せてたと思いますね。もう一回その言うたら消えてるんで、もう脳高発動してるみたいなもんなので、倒すのはたやすかったんじゃないかなと思います。で、さらにまあ言うたらこんな感じで、後で呂布にでもかからん限りは2枚取れてたんじゃないかなということですね。やっぱうまいなと思います。で、一応ここから太平をちょろっと出したんですけども、まあもう出してもしょうがないということで撤退ということでですね、2枚狙い成功という形ですね。ほんと最近ジャーさんのリプ取り上げさせていただくことが多いんですけども、どのような攻め方でもですね、こうやってうまく対応できるのはさすがだなと思いましたけどね。ジャーさんお見事でございます。そしたらうちが3枚取ったリプというのを見ていきたいと思います。
はい、いかがだったでしょうか。3枚取れたリップっていうのもですね、少ないですよね。で、全て地上戦のリップということになってるんですよね。やっぱりこうなって、こういう陣形対策をされてくると、地上戦メンバーっていうのを増やすぐらいしかですね、対抗策がないかなという気はするんですけどね。まあ2枚を取るっていうことだったら、なんとかこう、ジャワさんぐらいのテクニックを磨けばですね、できそうな気はするんですけどもね。そしたら最後、うちが勝てたのかというところなんですけども、あれ？はい。全然でしたね。いや、きつかったですね。海賊ロバイロさん強かったですね。200ポイント近く、まあちょっと1000ポイントで届いてない言うたらですね。まあもうこれは完敗と言っていいんじゃないでしょうか。またこう、対策を取られた時の対策というのもですね、考えていかないかなというふうに感じた軍団戦でした。海賊ロワイヤルさんどうもありがとうございました。勉強させていただきました。また次対戦する機会がありましたら、ぜひともよろしくお願いします。そしたら、今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。